前半30分を過ぎたところです。ベッカムからのスルーパスをカットしました。スルーパスを狙う。さあカウンタースピードを上げたいところ、抜けてくる、シュート決めた。バイエルン怒涛のゴール、勢いが止まらない。この主導権を握りやすくなったことは間違いないですし、手応えも感じてると思いますけどね。なるほど、自分で行く、シュート。オシャノのボール。ファーサイド。頭だ。キーパー止めた。さあこぼれた。スペースを狙う。これは合いません。さあここでカウンター。裏を狙う。さあサラ。シュート。残ってる。シュート。さらに来る。ゲット。アリアンサリマ。前半残りわずか、ゲームが動きます。ロナウド、さあカウンターのチャンスになります。アレサンドレパートに渡る。開いた。アレサンドレパートからベッカ、シュート。もう一回、このボール危険です。ヴィニシウス、さあつながるか、このパスが抜ける。レバンドフスキからヴィニシウス、来た、シュート。いやー追加点、バイエルン。リードにつながりましたよね。ヴィニシウス、今日2点目のゴールです。さあバイエルン2点差にリードを広げてリスタートです。バイエルとしては2点のリードはかなり楽になりますよね。監督、シュート、決めた。バイエルン、そこからシュートまでの流れも素晴らしかったです。いいボール入れてきますからね。さあブルーノ・フェルナンデス、上がる、危ない、シュート、ゲット。アリアンサリマ、大きなフィードです。ここはつながりません。裏へ届くか、これはどうだ。うわ、展開早くなってきましたね。どうだ。さあヴィニシウス、ヴィニシウス、 PK ですか、どっちになる。いやね、 PK での追加点はね、結構メンタル的にきますからね。これを決めて追加点。冷静に押し込みました。冷静に枠に入れてきましたよね。レバンドフスキからチャルハノール。さあヴィニシウス、ヴィニシウス、来た、アリソン、こぼれます。ここは抜かせません。これをカットします。さあカウンタースピードを上げたいところ、スペースへ、ここで収まる、抜けてくる、わずかに合いませんでした。いけるか、レバンドフスキへ。うまいですね。レバンドフスキ、レバンドフスキから左サイド、抜けるか、華麗な技でボールをキープ。来た、チャンスだ、シュート、こぼれた。ここは読んでいました。パスをつなげます。マーラドーナ、セカンドヒット、ベッカムへ、チャンスになる、フェルナンデス、倒されます。これはペナルティーエリア内。いやー、やってしまいましたね。バイエルン、ペナルティーキックまで持ってかれましたからね。やむを得ない選択だったんでしょうね。
決めた、1点返します。ここは確実に決めてきました。しっかり逆を狙う。ありがとうございました。バイエルンが2点差で勝利しています。よね、はい、そうです。